ブレーキ教えてもらいながら自分でやったら、そう思う人がいてもいいでしょう。自分でできるとかっこいいんだろうなとは思いますが、整備の初心者の私がブレーキ周りを扱うことはこの整備士さんもおすすめしません。またこのようにブレーキを分解してのフルード交換となると、私がやるのは違法行為にあたりますので、プロの方にお任せしています。今日もセブンナリ。